どうも皆さんこんにちは、ピクトです。というわけで、あの前回ね、もう非常にたくさんのコメントありがとうございます。あの質問コーナーの募集でもないのにコメント数がね、あの824とか、なんかめちゃくちゃ多いコメント数になってて本当にありがとうございます。でですね、この異世界クラフトの投稿ベースなんですけど、まあいろんな意見があったんで、まあ、ちょっとそれをね見ていこうかなと思います。毎日でお願いします。毎日投稿がいいです。毎日お願いします。毎日でみたいな感じで、結構ね楽しみにしてくれてる人がね非常に多くて、僕嬉しいですね。まあそんな中でもね、結構僕のね体をねちょっと気遣ってくれてる人もね結構いたんですよ。毎日投稿してくれたらとても嬉しいですが、さすがに毎日は辛いと思うので、やれる範囲で早めに投稿してくれれば嬉しいです。本当に僕がありがたいです、こういうコメントは。いやもうこれとかすごい丁寧だもん。ピクトさんが体力的精神的にきつくなって、他の動画も投稿できなくなったりしたら本末転倒だから、毎秒だけんだよ。野獣先輩優しくて草。まあ大体2日か3日に1回で、金曜日と土曜日は次の日休みだから、まあ連続で投稿しようかなって僕は思ってます。まあ毎日って人もまあいる、いっぱいいたんですけど、まあ、毎日だとさ茶番思いつかなくね。どうも皆さんこんにちは、ピクトです。というわけで異世界クラフトパート4やっていきましょう。今回はですね、なんととうとう新しい世界の方にね、まあ、行きたいなって思います。まあ、パート4にしてやっと新しい世界ですよ。いやまあ通常の世界ですがちゃんとやってないんですけどね。うん。で、あの新しい世界の生き方なんですけど、まずねダイヤモンドを真ん中に置きます。でアメジストインゴットをこのように周りに並べると、エンシェントテレポーターブループリント、こちらが作れます。でこちらと前回、手に入れたセレブレルムストーン、こちらでね行くことができます。まあ、とりあえずじゃあこの辺に作っちゃうか。なんかもう敵いるけど多分大丈夫でしょう。うん。気づかれないうちに作っちゃいましょう。行きます。これを入っておくと、なんかね、ゲートがね、すごい勝手にできるんだよね。めっちゃキー邪魔なんだけど。BGM 長くね、これ。なんか勝手になんかすごい流れるんですけど、だいぶな、あ、待って、グリーパー来てる。ちょっと待って、今グリーパー来てるのが見えた、完全に。で、ゲートができたら、ここにね、なんか置く場所があるんですけど、ここにレルムストーンを入ってると、来た。すごい陽気な。まあ、確かにピエロから落としたアイテムだから、すごい陽気なのはわかるけどさ。長えな。もう早速じゃあ行きますか。よし、じゃあこちら、ワフ。オッケー。あ、レベル上がったし、なんかアイテム落としてもうちょっとやめてよ、なんかなんかアイテム、あ、待って、もう一体来てないか。ちょっと待って、やだ、もう本当に。オッケー、あれまた落とした。なんかこのさ、ホットショットってやつはさ、レアアイテムじゃないのか。ムーンダスト、これなんだろう、これ何か作れ、あ、なんかめっちゃ作れる。あ、なんか見ちゃいけないようなもの見た気がする。ホットショット、9レンジドダメージ、スロースピード、セットエネミーズオンファイヤー。え、どういうことこれ、使えんのかな。とりあえず右クリックで、はい。じゃあ早速行きましょう。レッツゴー。さあ、さあさあ。あ、待って。ピエロめっちゃいる。ピエロめっちゃいる。セレブ、ピエロってさ、まずセレブなの、そもそも。そもそもの話なんだけど、ピエロってセレブなの。よし、じゃあ早速探索していこうか。なんか敵がいっぱいいるっていうのと、なんかダンジョンとか多分あると思うんだけど、あれか、あそこになんかもうすでにそれらしきものがある。ちょっとあそこ一回目指してみるか。とりあえずジャンプで乗り継いでいこう。ちょっと待って、あんまり敵がいっぱいいるとこ行きたくないな、なんか。どんなんだ、待って、遠距離攻撃とか使ってくんのかな。最初なんだっけ、ダンジョンのさ、レルムストーンだっけ、あれ落とした時さ、なんだっけ、ピエ、あ、なんか落ちた。あれあれか、なんかアニマみたいなやつか。なんかすごい銃使ってきたじゃん。だからこいつらもなんか遠距離攻撃持ってたりするんじゃないの。それ一番厄介じゃない。ちょっとだいぶ固まってる、だいぶ固まってる、やばいやばい。待って、パフパフ超うるぜんだけど。めちゃくちゃパフパフしてくるこいつら。何体いる。2体か。2体だったらまあなんとかなるんじゃないか。いけ、さあ体力結構多くね。あ、痛い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 。ちょっと待って待って、どっから来てる。あ、3体ぐらい来てる。あ、やばい、いっぱい来てる、いっぱい来てる、いっぱい来てる。やばい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 って、やばいって、強いって、こいつら攻撃力高いって、なんかもうめまいしてるし。あー、やばい、あー、死んだけど俺早速、あー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 やだ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 、死んだけど。もうちょっと待って、やばいんだけど、こういう、あ、そうか、コウモリまだそうだ、こういう時にモーフモットを使わないとダメだ。全然変身できない。待って、コウモリどこだっけ、あったあったあった、ちょ、コウモリに一回なろう。体力が2しかないから、多分一発食らったらもうアウトなんだけど、コウモリになっていこう。あ、ちょっと皆さん、提案なんですけど、すごい、まあ、今この悲惨な状況を見てもらえば分かるんですけども、
飛べるモンスターが僕、あいつらバカだ、やっとめっちゃバカだあいつら、よしよしよし一気にやった、よしよしよし、飛べるモンスターが欲しいんですよね。でコウモリだと体力が2-3しかないんですよ。非常に辛いと。ちょっと新しいモブを追加するモッドを導入して飛べたらいいなーなんて僕ちょっと思ってるんですけど、あでも絶対コウモリでもなんとかなるかな。じゃよかったらコメントで意見をくれると嬉しいです。アンケートとかちょっと置いてみようかな、試しに。ちょっと右上にアンケートあるんで、よかったらやってみてください。よし、じゃあ実験戻ろう。よし、とりあえず早速アイテムは回収して戻ってきたんで、あいつ倒そうぜ。あいつなんかチェストっぽいのがあるね。ちょ、これ手に入れようぜ。はい、あ、痛い痛い痛い、ちょ、痛いから痛いから痛いから、オッケーオッケー、よし、はいはい、オッケー、よーし、オッケーオッケー。で、これはなんだこれ、え、何も起きない、あれ、なんか何も起きないぞ、え、なんで、え、そういうあれちょっと待って、ググってきます。どうやらこの世界にはなんかこういう建物みたいのが3つかな、3つあるんですけど、なんかこいつらここにいる世界にいる敵が落とすサーカスコインっていうのがあるんですけど、それとアイテムを交換してくれるなんか商人がいるんですよ。で、そちらの商人から手に入るアイテムをここで使うとボスが現れると、そういう感じのね、施設っておかしいなそういう世界になってます。まあ、だから何が言いたいかっていうと、とりあえず敵を倒さなくちゃいけないってことですね。しばらくはコウモリで、待って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 、危ない危ない、操作するとさ、すぐ落ちるから、こういうなんかさ、奈落があるタイプのワールドすごい嫌いなんだよね。やだやだ、探すか一回そこを。あ、地図もっと見ればわかるかもしんない。あ、これから、このなんか右上にあるっぽい、このなんかよくわかんない四角が、そうかな、ちょっと一回行ってみましょう。あ、これっぽい、これだ、交換してくれるんですね、こいつと。セレブジェム、ゴルフィグラ、なんじゃそりゃなんじゃそりゃ。あ、まあ、とりあえず、まあ、敵を倒さないと始まらないと。だから倒しまくりましょう一回。でも多分ここなら安全だろう、ここなら多分安全だと思うので、一回、あ、来た来た来た、よし倒そうぜこいつ、こいつ一回倒そう。さあ、あー待って、ノックバック効かないこいつ、こいつ、あ、全然アイテム落とさない、ノックバック全然しないなこいつら、それが厄介なんだよな。なんかしかも能力持ってるし、デバフ持ってるよな、きっと。いやーもう厄介だな、こんなに倒せる敵。おい、これさ、簡単って聞いたんだけど、最初。嘘でしょ、待って、怖い怖い怖い、待って。疑い、周りを疑い、周りを疑い。あ、あー来た、お前か、こいつ嫌い、マジで。こいつ一番嫌い。このなんか、移動速度低下がつくっぽい感じのやつ。待って、わかった。ツルハシだ、こういう時は。ツルハシが、来てないよな。オッケー。ツルハシ最強説だ、これ。当たれ、よーし痛い何これ、移動速度低下か。ツルハシ最強説来た。やっぱリーチが長い武器が一番いいんだよな。あ、待って、剣作ればよかった、そうだ、ツルハシじゃなくて剣も作れるんだよな、リーチ長いやつ。攻撃力が11かな、確かそれがやったんだけど、剣作った方がいいよね。痛い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 、とりあえずこいつだけ倒しちゃおう。 この黄色いやつだけ厄介な、厄介だから。あ、待って、アイテム落としてる、あいつ。どんどん減らしていこう、減らしていこう、どんどん。痛い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 、やばい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 、変、やばい。なるほどね、分かったよ、分かった分かった。まあ、前回手に入れたね、サファイアね、これ全部なくなったよね。うん分かった。あの世界に必要なのはきっとあれだ、リーチの長い武器だ。とりあえず必要最低限の鉄を確保し、これで作れるダイヤモンドソード来たー。でも思ったんだけど、コウモリでも十分戦えるんじゃないか。いや、でもワンパンマンされたら終わりだ。ワンパンマンされたら終わりなんだよな、コウモリで。一発で死ぬんだよな。悩みどころそこ。よし。こう緑色のやつ倒していこう。よし。あ、強い、やっぱり。リーチが長いとやっぱいいぞ。いいぞ、これ。あ、バカした、俺。何やってくれてんじゃん。あ、重い、しかも重いし。どこから来てん、どっから攻撃されてる今。あ、なんかめっちゃ飛ばし、ちょ、待って、え、今すごい飛ばなかった。すごい飛んだ気がするんだけど。あ、サーカスコインゲットした。ラッキー。あ、これか。これが噂のサーカスコインね。よしよしよし。だいだい、ちょっと待って、待って、それはダメだって、強いこいつ、待って、落ち着け、もうダメだ。もう今日の内容薄すぎてやばい、怒られる絶対。もう死のこない言ってらんねえ。死のこない言ってらんねえ、これは。なんで攻撃当たんねえんだよ、お前、ふざけんねえ。家庭し葉っぱ、この世界の葉っぱ硬くないか。ちょっと当たってないだけだろ、葉っぱのせいで当たってないだけだ、ドラ信じてる。当たって、オッケー。死のこない言ってらんねえ、コウモリのリーチが非常に短いけん。いけ、倒せ。あ、ジェム、オッケー。これが必要なのか、これが噂のセレブスジェム。こいつが交換に必要っぽいやん。多分こいつだ。優しいピエロがいる。ああ。
攻撃してこない。あ、これだ、これこれこれ、サーカスコイン20枚でトイギロコプターってやつが必要なんだ。なんかいっぱい他にも交換してくれる。あ、え、めっちゃ使いたいこういう武器とか。よし、じゃあ交換しよう、これで。はい、ね、はいっと、オッケーオッケーオッケー。あ、バルーンも交換できる。待って、俺3個しかないのか。この、あ、待って、このコンフェッティクラスターと、なんかポ、どっちがいいんだろう。20枚の方が絶対強いよね。コンシューム数20エネルギー。エネルギーが使うのか。こっちもエネルギーだ。やった、20の方が良くないか。ちょ、今日は、今日はというか、もう作業会だよね、もう本当に。毎回作業会で多分。内容が薄いって言われようが。うわ、なんかいる、なんかいる、ジャンボ。こいつ頭良さそうだ。全然落ちない。死んでもらおう。なんかすごい、初めて見たジャンボだって。わあ、すごい。わあ、レルムストーン落としてる。しかも魔法の杖っぽいのもなんか落として、やって、拾えなかった。なんか拾わせてくれ。てか、あれセレブストーンじゃね、セレブレルムストーンじゃないの、あれ。え、何お前、自分のワールドにまた連れ込もうとしてんの、あいつは。セレブレ、いらな、いらねえ、あれめっちゃいられんだけど。あ、ジョーカースタッフだって。なんだそれ。2コンパスルーンで、コンパスルーンって何、そんなルーンがあんの。ランチオールモブインアテンブロックラディウスイントゥザエア。あ、浮かせんのかな、エアーってことは。だから周りにいる敵を浮かせるみたいな、そういう感じか。それだったら結構強いんじゃないの。やばい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 よこれ。パスタ不調るぜ。なんかさ、高い音のやつとさ、ピューってやつとさ、重低音のやつがいるんだけど、なんかパート分けにされてね。まあでもこいつら全員倒せば多分サーカスコインだいぶ集まるだろう。よし、というわけでサーカスコインが20枚と、まあ、ジェムが1スタック結構集まったね。で、ボスを出すアイテム、まあ一応これ多分出せるはずなんですけど、ゲットしたので、次回はですね、ボス戦&一応銃を先に交換しに行こうかなと思ってます。はい、まあね、毎回でもこんな感じの作業になると思うんですけど、よろしくお願いします。ではご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、じゃあね、バイ。もうしんどいわ。最後までご視聴いただきありがとう。はは、チャンネル登録、高評価ボタンもよかったらしゃってる。はは、説明欄の方に Twitter や、はは、サブチャンネルもあるので、はは、よかったらそっちも登録しちゃってる。はは、それではまた次の動画で会おう。消されそうですね。じゃあね、バイ。